これはまだ世界がはっきりとした形もわからなかった大昔、神様の時代のお話です。天の神様、雨の御中主は、イザナギ、イザナミという二人の神様に、地上を固めてみんなが楽しく暮らせる国を作るようにとお命じになりました。イザナギとイザナミは早速雨の浮き橋の上から大きな矛で下界をかき回しました。矛を上げるとその穂先から雫が落ちて、いくつもの島ができたのでした。こいつ、これでもか。
乱暴してはダメよ。太郎は謝っているのだから許しておやり。だってねえ、男の子は力が強いだけではダメなのよ。優しい心も持たなければ。うん。さあ体を洗ってお家へ帰りましょう。静かにしなさい。お父様、お母様はどうしたの？うん。お母様はね、お亡くなりになったんだよ。お亡くなりになったってどういうこと？それはね、黄泉の国へ行かれてしまったということだ。お母様もさぞ悲しかったことだろう。お父様ともかわいい佐野とも別れて、たった一人で行かれてしまった。でも仕方のないことなのだ。お迎えが来たのだからね、嫌でも一人で行くしかなかったのだよ。嫌でもだって？じゃあお母様行きたくなかったんだね。それなら僕は連れて帰ってくる。いや、それはダメなんだよ佐野。どうして？どうしてと言ってもダメなものはダメなんだ。さ、わからないことを言わずに。やだ、僕は行くんだ。お母様のところへ行くんだ。うわ、いかん。お父さんがそんなことは許さん。
男の子があんなに泣いてはおかしいわ、スサノ。だってお母様は僕を置いていっちゃったじゃないか。ごめんなさい、連れて行くわけにはいかなかったのよ。置いてきぼりなんてひどいや。ねえスサノ、これからは自分の力で強く生きていくのですよ。お母様は遠い国でいつも見ていますからね。お母様のいらした国ってどんなところなの？それはね、平和でね、静かで美しい幸せの国なのよ。じゃあ僕も行きたいな。ねえ、どこなの？そこ海の向こうなの？そう、海の向こうの母の国、幸せの国。そこにはどうやって行くの？ねえお母様。でもね、行こうとしてもなかなか行けないところなのよ。どうしてなの？気がついたか。一体なんていう真似をするんだ、サノ。お母様の国へ行こうと思ったの。でも泳いじゃいけなかった。当たり前だ。二度とこんな真似をするんじゃないぞ。うん。その代わり船をください。ああ船か、よしよし。船？何をする気だ？もちろんお母様の国へ行くんだよ。うん、ダメだ。船を？うん、これに乗って海の向こうに行くんだ。うわー、僕も連れてって。アイラーも。僕もだ。うん、あ、いいよ。溶けたら、すごいな、すごいな。海の向こうの。どこ行くの？母の国さ、お母様のいるところだよ。夜のおすくにへ行って兄さんのつくよみに会って、それから高間ヶ原へ行って姉さんのアマテラスにお別れを言う。そうして道を聞きながらどんどん東へ向かってお母様のいらっしゃるところまで行くんだ。おいら遠慮するよ。俺もだよ。お前は行くんだろ。行くとも、行くよ。行くとも。お月様、どうぞ私たちの旅をお守りください。
ない子だ。夢を追ってどこまでも行ってみるがよい。よく知らないんだ。頼りないね。弱っちゃったな。納めるわだちみと申してもらう。僕サナって言うんです。夜のオスクニって知ってますか？知ってると思う。そこ行きたいのか？ええ。よろしい。この海を平和にしてくれたお礼じゃ。わしが内緒。夜のオスクニはな、海の底のまたその下、地の底にあるのじゃ。こら、失礼だぞ。この洞窟は夢の平坂といってな、夜の薄国の入り口なのじゃ。
国だ。スサノオはまだ子供だ。言ってみなさい。スサノオが私を責めるわけがない。いやいや、つくよみ様。スサノオ様は子供ながら時代の剛力、安心はなりません。万一の時のため何とぞ氷の鏡をお貸しくださるよう。なんだか寂しくて気味の悪い国だね。止まれ。やあ、開けてくれませんか。兄さんに会いに来たんです。軍勢はどこに隠された。スサノオ殿、軍勢そんなものいやしないよ。計略だ。不意を襲うつもりだぞ。油断するな。何言ってるんだい。何しに軍勢なんか連れてくるのさ。何と言われてもその手には乗りませんぞ。それがしは戦いの大百戦錬磨の強者ですぞ。このわからずや。なんだお前は。ひどいやひどいや、自分の弟なのに氷にしちゃうなんて。乱暴させないためだ。心配しなくても大丈夫だよ。
草野、何しにここへ来たんだね。母の国へ行くの。母の国？うん、お母様のいらっしゃるところ。兄さんはどこだか知ってる？母上のいるところだって。それはお前知らん。そんなところ知らん。知らん。そんなところだって。そこは素晴らしく平和で美しい幸せの国なんだよ。それはそうかもしれない。でもお前の行ける国じゃないんだ。諦めなさい。諦めてお父様のところへ帰るんだ。じゃあ兄さんはお母様にもう会えないっていうの？会えなくても平気なの？平気じゃない。平気じゃないが仕方のないことなんだ。兄さんはお母様が好きじゃないんだ。兄さんになんかもう頼まない。佐野、お待ち。待つんだ佐野。お待ち。何か困ったことがあったらこれを使いなさい。とんでもございません。これは大切な氷の玉ですぞ。いいんだ、佐野を頼むよ赤花。出せ。なんか食べたいな。今出ちゃ危ないよ。ああ、そうかい。誰だお前は。待ってください。私はこの火の国のもので、ハイタンボーっていうんです。何しろ川はすっかり干上がってしまうし、雨は降らないし、みんな火の神の仕業なんです。火の神？おーい火の神、おーい火の神、出てこいよ、話があるんだ。お前は誰だ？イザナギイザナミの子、サノだ。この国は暖かくしてくれるのはいいけど、少し暖かすぎるぞ。みんな困ってるんだ。やめてくれないか。黙れ。何がイザナギイザナミの子だ。生意気な。とっとと帰れ。焼き殺すぞ。お父様とお母様をバカにしたな。よし。Yeah.
ありがとうございました。いや何、おかげさまで火の神も参ったようで。軽いもんささあ出かけよう、早く高間ヶ原行かなきゃ。スサノオ様お願いです、私を一緒に連れてってください。どうして？ご覧のようにここは土地が悪くて狭いんで、みんなで住めるような豊かな土地を見つけたいのです。いいとも。おう大胆ぼ、僕はなサロウ様の一の家来なんだぞ。つまりだな、僕はお前の先輩なんだ、わかったろ？へい、わかりました。サロウ様、あ、お詫びの印に雨の取り船をあげるよ、乗って行ってください。ここには土地がたくさんありますから、それを切り開いて火の国とやらの人たちが暮らせるようにしてあげたら。助けてー！ねえ、
のだけは許してあげてください。あの子もそんなことになるとは思っていなかったのでしょう。この水をもらってこっちにも田んぼを作ろう。いいんですか、そんなことをして。楽なれしないさ、声だけありゃ。ケチケチなことあって言っちゃうな。歯のあぜを壊して。そうですか、佐野には私からきつく言っておきます。でもあの子は何も知らないから、その方が田んぼがもっと広くなると思ったのでしょう。田んぼの水を使っていけないなら仕方がないよ。この川の水を引こう。を乗っ取る気ですな、要するに。バカ言うな。ほら見ろ、状態を表したな。取り押さえろ。取り出しまえ。ダンボー当てみろ。よーし、サローが犯人でないとすると承知しないぞ、このハゲアートマジジーベ。よせ。おやめ。どちらもおやめなさい。放っておくと付き合われます。アマゼラス様の言いつけでもこれだけは聞けません。なんとかしなければ。こうなっては何か計略を用いるより仕方あるまい。そうだ、いい方法があるぞ。さあ始めよう。Mountain.
起きろ、起きないか、こら早くして。モイカメ、何を楽しそうに騒いでいるのです？外は真っ暗だというのに。実は尊い方がアマテラス様の代わりにおいでになったのです。この方ですよ。この高間ヶ原から出て行かねばなりません。はい、わかりました。佐野、私はね、必ずしもお前が悪いことをしたとは思いません。でもその結果困ったことが起こったのは確かですからね。はい、悪うございました。お前は乱暴者だけど心の正しい良い子です。ええー、そうですとも。なんだろう。自信をなくさず求めるものを探しなさい。でもその前にあなたは恐ろしい敵に出会うかもしれません。恐ろしい敵に？ええ、だけどくじけず勇敢にその敵と戦い、苦しんでいる人たちを救うのです。そうすればあなたは必ず母なる幸せの国を見出すことができるでしょう。はい、わかりました、お姉様。どんなことにも負けてはいけない。佐野、元気でお行き。探してるんだよ。
お母様の国？うん。ここはどこなの？出雲の国。君の家はこの近くなの？この川の川上よ。頭が八つもある大蛇なんです。毎年川の色が赤く変わるとその大蛇がやってきて娘を一人ずつさらっていくのです。毎年ですって？はい、もう七人の娘がさらわれ残ったのはこの串灘姫だけになってしまいました。よし、僕がヤマタノオロチと戦いましょう。たかがヘビじゃないか、心配すんなよ。ヤマタノオロチが来るまでにあと3日しか日がないということだ。タイタン坊、いい考えはないかね。さあ、頭が8つもあるんじゃ。いい考えがありますよ。先ほどは私の息子をお助けくださいましてありがとうございました。佐野様、ヤマタノオロチのことでございますが。良い考えがあると言ったね。はい、何しろ大きな蛇ですから首がずっと上の方でこちらも飛んで戦わないととっても勝ち目はございません。飛んで戦うったって？雨の早駒を使うんです。ここから東へ約5里ほど行ったところに新明家という池があるのですが、雨の早駒という空を飛ぶ馬が夜になるとその池へ水を飲みに来るのです。来ませんね。バカ、隠れてなくちゃダメじゃないか。静かに。
ヤマタノオロチってのはよっぽどお酒飲みなんだな。酔っ払ったところをやっつけるんですね。はっ、おっと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 、あぶらぶらぶら、ふう、あ、疲れたよ。はあ、だいたい僕はね、今日はお腹が少し空いてんだよ。転ばぬよ。まあ見ていてくださいよ。はあ、よし、おっと、はいから、こちらからなんだな、もうちょっとしたら、よいしょ、はあ、耳が長いんだな、具合の悪い耳だな、よいしょ、おう、ふう、ちょっと怖いです。弱虫、臆病、幾人なし。来た。Thank you.
山頂あり。何すんだ。you
スサノオ様。スサノオ。どこ行っちゃったのかな。なんだいネズミくん。実はそのあの雨の早駒は本当は高間ヶ原の馬なんでございます。高間ヶ原の。はい、天照様の言いつけでやってきたんです。ただスサノオ様には何も言うなとのことでしたので。そうか、そうだったのか。お姉様、ありがとう。くじけず、勇敢にその敵と戦い、苦しんでいる人たちを救うのです。そうすればあなたは、必ず母なる幸せの国を見出すことができるでしょう。私もですよ。お前はいいの。いいえ、私もです。そうだ、みんな一緒さ。火の国の人たちも呼ぶんだ。
何が？君の顔、僕のお母様にそっくりなんだ。置いてきぼりなんてひどいや。何を楽しそうに騒いでいるのです。外は真っ暗だというのに。